日本が満州を建国しようとしていた時代に、騒乱の中国では不幸な一生に終わった、断層の霊人がいました。東洋のマタハリ、と呼ばれた川島よし子です。明治40年に、清朝の親王の第14王女として生まれ、4歳で清朝が滅亡すると、旅順に逃れ、その後、満蒙独立運動に奔走していた、川島なにわの養子となり、日本で育ちました。日本語も上達し、信州松本で暮らすうちに、養父川島の影響で、満蒙独立を目指すようになりました。よし子の目的は、自分の祖国、清朝を復活させることだったのです。ところが17歳で突然、頭をゴブ狩りにして、断層をはじめ、新聞にも載ります。おそらく、養父の川島に乱暴されたことによると思われます。その後、満蒙独立運動の義勇軍を率いた、将軍の息子と結婚したものの、1年余りで家出し、上海に渡り、日本陸軍の田中雄吉少尉と出会ったことで、彼女の運命は大きく変わります。田中少尉の愛人となり、その前年に起きた満州事変から世界の目をそらすために、上海事変を起こし、それがきっかけとなり、昭和7年に満州国の建国が宣言されました。昭和6年、1931年、満州事変が勃発した時に、よし子24歳、北京から天津に逃れた皇帝溥儀は、関東軍の手引きで旅順に脱出。この時天津に残された皇后を、旅順に護送したのが川島よし子。しかしこれには諸説あり、彼女が功績を立てたわけではないらしい。それでも、大満蒙作戦を実行した関東軍と、川島よし子の悲願が一致したのです。よし子は、満州で清朝が復活することを夢見ていました。この頃が、最もよし子が輝いていた時代です。そのあたりのことは、日本でも小説になったり、舞台化されたりしました。よし子の夢は、清朝復活でしたが、実際には日本の傀儡王朝に過ぎません。昭和9年頃から、関東軍に対して批判的となり、監視下に置かれますが、どうやって逃れたのか、天津で料理屋の女将になっています。その当時は、笹川良一や李香蘭とも交際していたと言われています。昭和20年、日本は敗戦し満州国も滅亡。よし子は、この年の10月に中国国民党に逮捕され、死刑の判決が下ります。昭和23年3月25日、よし子は40歳で銃殺刑に処されました。しかし、これは身代わりであり、実際には戦後も生きていた、という証言が残っています。真実は不明です。満州には、多くの日本人も移住し、一時は繁栄していましたが、その歴史の裏側には、一人の清朝王女が、日本のスパイとなって暗躍していた、そういう事実は残っています。果たして、どこまでが日本のスパイで、どこからが中国に通じていたのか、詳しいことはわかりません。よし子は、時代に翻弄された不幸な女性と言われようと、彼女自身は、精一杯懸命に生きたことでしょう。いかがでしたか？ご感想とともに、リクエストもお待ちします。最後までご覧いただきありがとうございました。